はい、こんばんは。4月17日火曜日午後10時30分を回りました。ヨンゴヒンゴな夜第428回です。どうぞも今夜もよろしくお願いします。昨日はですね、動画の編集作業を行っておりましたので、まあ、この放送はお休み、してましたが、無事に、DVD の作成が終わりましたんでね、まあ、今夜は、放送をしております。タイトルからするとお分かりのようにまたかというトラブルのお話になるんですが、なんでこうも続くのかなということと、英雄さんの、僕に対する取り扱い方が今日分かったので、何考えてるんだろう英雄さんはということも含めて、今日はずっと英雄のお話をぐだぐだぐちぐち言いますんで、英雄ファンの方、僕も英雄ファンなんですけどね、まあ、こういったトラブルがあるからといって英雄を解約して、違うキャリアに塗り替えるということはありません。逆に英雄には頑張ってほしいんでね、こんなぐだぐだぐちぐちも、言わないといけないかなと思っているんですけどね、あのなんだろう、修理すれば治るという話なんですよ。早い話、5回も6回も修理して治らないというところに問題があるわけであって、普通、家電品とかね、車なんかね、特に車なんかは修理して治らないと、命に関わる問題ですよね。携帯電話、スマートフォンは故障して、修理して治らなくても、命には関わりませんし、財産の侵害もないわけで、まあ、ね、そんなに厳しくないのかなというふうに思ったりするんですけどね。何があったかというと、これ、2日前、4月の、15日に、通話アプリが、強制終了するという、前代未聞の、不具合が起きたんですね。au さん、携帯キャリア、今はほら、ね、マルチメディアで、通話以外でもインターネットメールとか使えるんですけど、もともとはこれ、電話をするための端末なんですけど、この電話するために、キャリアが提供した通話アプリ、電話アプリを使ってるんですが、その電話アプリが強制終了するというわけのわからん、前代未聞のトラブルが起きたんですね。これ、この前の日曜日の話で言ったかもしれませんけど、ちょうど au さんに、不具合の相談をしている最中に、プツッと電話が切れて、普通、あの、通信環境の問題で電話が切れたら、プープープーとかいう風にして、音が鳴りますよね。今回の場合には、全くの無音、音が出ない、プチッと切れた音もなく、あれ音が消え、しないなと。無音状態っていうやつかな。スーッて言ったんで、で、画面を見たら、待ち受け画面、通話アプリの通話中という画面ではなく、一瞬ブラックアウトをして、パッと開いた画面が、この待ち受けの画面だったんですね。あれ、通話アプリはと思ったら、強制終了しておりましたんで、まあ、早速そのこともお話をしたんですね。だけど、言葉の端々に、まあ、僕を、クレーマー扱いしているというのがね、結構見えてきたので、まあ、15日は日曜日だったんで、16日昨日、これは僕だけでは対応できないなと、客観的に第三者の立場で今回の件を判断していただけるところはないかなということで、消費生活センター、本当は国民生活センターがいいんですが、
国民生活センターから、まあ、県の消費生活センターに電話するようにと言われたので、消費生活センターの方に、お電話をしました。うん、そして、消費生活センターの方に電話した内容は、一回修理すれば商品っていうのは治るのに、5回6回も基板交換とか修理を行っても、治らないっていうものを、売っている会社はどうなんでしょうかって言ったら、その消費生活センターの担当の方も、普通商取引とか、中で壊れたものを修理すると、だから大抵は1回の修理で治るでしょうと、それあなたのように5回も6回も修理しても、治らないって言った場合には、これは商品として、販売してもいいものかどうか、それは大いに疑問があるので、消費生活センターとしても au の方にお電話をしますということで、昨日の午前中に消費生活センターにお電話したんですけど、その後、au さんの方にお電話をされたようです。で、僕も、昨日お電話をしたんですね。まあ、トラブルがあったんで、まあ、僕の方の言い分を au さんに伝えたんですよ。あの、5回基板交換、前のレグザフォンを含めて、3回、4回か、基板交換。で、1回の、リニューアル修理を行ってます。このインフォバーに限って言えば、基板交換を1回、リニューアル修理を1回、計2回の修理を行っているんですけど、それでも、不具合が治らない。挙句の果てには、今日も通話アプリ不具合が起きたんですけど、致命的な不具合が発生していると。今日起きた、通話アプリの不具合というのは何かというと、消費生活センターから今日電話があったんですね。で、最初1回か2回ぐらい、着信音が鳴ったんですよ。あ、電話と思ったら、ふと、あの、着信音が聞こえないんですよ。ただ、画面は、あの、着信の画面だったんですね。で、応答スライドってあるんで、応答スライドをスライドして通話しようかなと思っても、もう応答スライドが動かない。画面がフリーズしている。あれ?と思って、何秒ぐらいですかね。10秒ちょっと待ったら、画面のフリーズが、戻ってんで、応答スライドをスライドして、まあ、電話することができたんですけれど、何?と思ったんですね。そのことも、まあ、消費生活センターの方にお話をしたんですけどね、致命的なトラブル不具合っていうのはどうなんだろうかということで、昨日僕が au さんにご提案したのが、こういったね、修理地獄、ね、の悪循環から脱するためには、この悪循環をね、断ち切るためには、もう修理でない方法で対応できないんでしょうかと。つまり新品交換または機種変更で、この修理の地獄から脱することはできますよねと、ユーザー側の僕の方の提案としては、もう修理以外の方法、新品交換、機種変更しかないと思いますと。au の方が、じゃあ、社内で、検討しますので、また後ほどお電話をしますということだったんですね。そして、消費生活センターからも、明日以降、つまり今日火曜日の夕方6時以降に、まあ、電話がありますんで、内容を聞いてくれというふうに言われたんですね。それ何の火曜日ではなく、昨日の夕方、夜8時前、7時半か、7時半過ぎに、au からお電話があったんですね。その内容ってすごいびっくりしたんですけど、びっくりというか、何この人はっていうような内容だったんですけれど、まずは、当然これ、僕の要求は飲めないと、新品交換、機種変更はできないと、まあ、当然できないだろうなと思ったんですけど、しませんということだったもんですから、うん、はい、じゃあ、どうするんですかって言ったら、もう
修理対応しかありませんと。じゃあ、これまで、通算で、4回の基板交換、1回のリニューアル修理を行っているんですが、100%、治るという修理はあるんですか？と言ったら、またマニュアル通り、100% 治るという可能性はございませんという繰り返しなんですね。うん、だから、100% 治らない可能性もあるんですよね、と。だから黙ってましたね。うん、それ以外にご提案はないですか？修理以外はないです、と。ということを言ったんですね。もう拉致がかないから、あ、そういえば、今日、消費生活センターの方からお電話がありましたよね、と。たら、その方とは違う担当部署の方が電話を受けたんですね。その電話を受けた方は、関わってないということだったんですが、僕の履歴を見て、あ、確かに、過去の履歴を見ると、今日、消費生活センター様からお電話が入ってますね、と。その消費生活センター様からの回答もこの電話でもらえるんですか？って言ったら、当初は、自分は担当ではないから、内容がわからないから、回答はできないっていうようなことだったもんだから、わかりましたっていうふうにして、その方が、消費生活センターから、どんなお話があったんですか？っていうんで、消費生活センターが au さんに提案した内容を話をしました。消費生活センターはですね、原因を究明しないから、こういった、原因不明で修理を繰り返すんだと。そんで au さんには原因究明を兼ねた、徹底的な端末の調査を行ってほしいと。その間の、代替機を au ワクチンとユーザーさんに提供するようにということを au さんにご提案しましたよと。それに関しては明日以降、今日以降ね、火曜日以降、ユーザーの方に連絡をするということになっておりますという話をしたんですよ。だから、その担当者、その担当は直接関わっていないのに、即答したんですね。即答、即答の場で。はい、わかりましたと。au としては原因追及はしません。その原因追及の間の代替機の提供も、これもしませんと。で、即答したので、あなたここで即答できるんですかと。あなたは、先ほど、消費生活センター様と直接電話をしてないし、相談を受けていないっておっしゃいましたよね。今僕が、あなたがその通話内容を知りたいということだったんで、お伝えしたんですよと。今、その言った内容に対して、ここで即答するんですかと。言ったら、はいって言うんです。なんでって言ったら、私がこの件に関する、総責任者でありますから、私が消費生活センター様のお電話を聞いてなくても、大谷様から聞いた内容によって判断をしてお答えしていますと。また、ものの1分か2分ぐらい後に、原因補給はできません。しません。代替機の提供はしませんと。即答できるんですね。っていうことを言ったんですけど、黙ってましたけどね。このことは消費生活センターには言わないんですか？いや、あなたに伝えばいいから、別に消費生活センター様に連絡することはありません。っていうことだったんですね。で、僕は消費生活センターの方に連絡するようにと言われたので、今、直接、電話を受けていないあなたの判断で、消費生活センターの方にはお答えしますよ。それでいいですか？いいです。というふうに言ったらですね、なんかすごいなと、思ったんですけどね、そんなふうにって言うから、じゃあいいですと。分かったと言ったんですね。ただ、だからどうするんですかと。こういった通話アプリの不具合も生じていて、またいつ通話アプリが強制終了するかもしれないという可能性がある中で、今後どうするんですかと。どういう数字があるんですかと。100% を治るという可能性はあるんですかないんですかということを食い下がったら、最後、その、上席責任者、こう言いました。我々、
au としては、この件に関して今後一切、お宅の方にはお電話しませんというふうに言ったんですね。それでいいんですかと。僕は困ってるんですよと。困っているユーザーを見捨てるような発言、今後一切対応しない、この件に関しては今後一切電話をしないということでいいんですかと言ったら、はいと言うんですね。ではいいと。僕から au に電話するのは自由ですよねと。はいと。ただ au からは回答しないということでしょうね。はいとおっしゃるんで、まあその場そこでも拉致がかないから電話を切ったんですけど、2時間そういった話をしました。まあ参りましたね。でそのことを今日、お昼夕方かな、消費生活センターの方にお話をしたら呆れてました。ってそんな回答があったんですね。それじゃオタクユーザーさんは、大谷さんはユーザーとして困りますよねと。いつ通話アプリに不具合が起きるかもわからないような状況で、au としては今後一切対応しない、電話をしないというようなお返事では大変ですよねと。明日もう一回、そういった今言った今日の件に関して au さんに確認の電話をしますと言っておりましたけどね。その通話中に、さっき言ったように通話アプリの不具合が起きたので、僕も消費生活センターさんのお電話の後に、au さんにお電話しようと思ったら、今度はこれ、ブラックアウト、通知領域場は、ついてましたけど、その下がまるっきりブラック、こういう黒画面のままになっていたんですね。あれ?と思って、一時様子を見ると、また元の待ち受けの画面に、この画面に変わったんですけど、やはりなんかその、不具合が起きていたんですね。まあ、そのことも含めて、夕方の5時ぐらいにお電話をしたんですが、参りましたね。何人かの方、で最後には女性の常識オペレーター、常識責任者かに代わっていただいて、対応してもらおうとしたんですが、その話口調、話し言葉、ね、初めから僕のことをクレーマー扱いいうような感じですごいね、上から目線、もう分かりますわ、声聞いても。まあ、僕も昔、Yahoo BB のカスタマーセンター関係の仕事をやっていたことがあるんで、その話し口調を聞いただけで、大体分かるんですね。えらい話し口をしてるな、この方は。って、その、女性常識責任者の話す言葉の内容をよく聞いてみると、やはり 上から目線で、僕をクレーマー扱いしてるだろうな、という言葉がわかるんでしょう。しかも、昨日の段階で、もう au さんが、新品交換も、機種交換にも応じないって言った段階で、まあ僕も諦めてました。もう修理しかないなというふうに思ってたんで。だけど、その女性常識の方は、僕が話をする前に、自分から先に、えらいこだわってましたね。機種変更をしても、100% 治る可能性はないです。というふうに言い出したんで、え?僕はあなたに機種変更してくれって言ってないですよね。と、ましてや、新品交換してくれと、ごねてませんよね。言ってませんよ、何もね。新品交換、機種変更に関しては、昨日の常識との対応で、その話は終わってるんですよ。できないということは。修理しかないということはもう分かってるんですよ。なんで僕が話をする前に、あなたがそんな風にして、機種変更をしても 100% になる可能性がないと言うんですかと。逆に言うと、機種変更をしても、その別の機種に不具合があるって言ってるんですかと言ったんですね。黙ってましたね。新品交換してもならないとおっしゃったんでしょ。僕は新品交換してくれ、機種変更してくれ、今あなたに言ってないですよね。
言ってないことを何であなたは言うんですか？やはり僕を、ね、クレーマーと思って対応してるんでしょ？例えば、本当は不具合がないのに、もうこれ、機種が使いにくいし悪いから、この不具合に乗じてね、新品交換をしてもらうと、丸儲けだからいいだろうと。機種変更してもらうと、まあ、自分の気に入った機種に変更できるから丸儲けだ。というふうに思ってるんでしょ？黙ってましたね。ほら、あの予想でしょう。僕の、個人情報には、大谷は、クレーマーだから注意しろって書いてるんでしょ？まあ、黙ってましたね。うん。そういった客を公正公平に見ているんですかと。見ていますってなことは話をしてましたけれど、あのね、だったらなんで機種変更に際してもユーザーによって差が出るんですかと。インターネットの交流サイトを見てみたら、僕と同じようにレグザフォンの不具合が起きたから、インフォバ A01 に無償で機種変更できたという方もいらっしゃるんですよ。僕の場合には5000円支払って、機種変更したんですよねと。なんでユーザーによってこんな不公平感が出てくるんですかと。それはお宝言ってるように、ユーザーを公正に取り扱うという精神に反しますよねと。それはどうなんでしょうかって言ったら、個別の案件にはお答えできませんって言うんですね。個別の案件って、ユーザーを公正公平に見ていこうというふうにおっしゃいましたよねと。で、個別の案件に対応してるんですかっていうふうにまた言ったんですけど、なんかね、対応がね、おかしいんですよね。で、おたくらが僕のことをクレーマーと思う以上に、僕自身が、自分がクレーマーと思われていると分かってますから、今回は、消費生活センター、弁護士に相談をしているんですと。ね、で消費生活センターは、修理をすれば 100% 治るというのが、普通でしょうと。またこのように5回6回修理しても治らないというのは、商品そのものに欠陥がある。ということは、原因が究明してないからそうなるんだと。原因が究明できれば、1回2回の修理で終わるはずだと。というふうに判断してますよと。弁護士も民法第507条でしたっけ、それに違反をしている可能性があるという判断をしておりますと、これは、一クレーマーの大谷という人間の判断ではなく、消費生活センターおよび弁護士の公正公平な判断をいただきながら、おたくとお話をしているんですよと。黙ってましたね。しかも、昨日の、夜の、男性の常識責任者、今後一切 AU としては電話をしないと言った、我々 AU としてはという言葉ですよねと。今後一切、故障修理に関する、AU からのお電話はないんですよね。もし仮に AU からお電話があっても僕は電話取れませんよと。それは、昨日の上席責任者の、責任で言ってるのか、個人的な感情で今後は電話しないと言ってるのか、そのおたくらの内部の関係どうなってるんですかって言ったら、それは聞いとりませんと、知りませんというようなことだったんですね。それではいけないですよねと。僕らはどこのお客様センターに電話がつながるかわかりませんと。昨日の上席責任者は長崎のセンターだったんですね。で、今日の対応は、北海道、札幌と福岡市のセンターなんですよ。そしたらどこに電話がつながろうが、お宝オペレーターの上司は上席責任者であって、その上席責任者がどこのセンターにいるかは僕らはわかりませんと。というよりも、なんでそういった情報の共有ができないんですかと。オペレーターよりも上席の言った言葉っていうのは、重い言葉ですよと。そういうことをなんで共有できてないんでしょうかと。あ、ごめんなさい、なんか映像が固まってますね。すいませんね。
もしもし。ほんと映像が固まってるっていうか、カメラが切れてますね。ちょっとカメラ調整をします。はい、すいません。だから、この上席責任者、一体何人いるのかと。で、日本各地にあるセンターによって、対応が違うのかどうか分かりませんけれどね。僕らユーザーからすると、どこにセンターがあろうが、誰が対応しようが、同じ回答になると思うし、昨日の長崎の上席が言った言葉、我々 AU としては今後一切お宅には電話をしないと言った言葉は有効なんですかと。ただ明日以降 AU から電話があっても僕は電話出ませんよと。それは確認した方がいいんじゃないでしょうか。お金を払ってサービスを受けているユーザーに対して今後一切何もしないというような言い方。それでキャリアとしての責任は取れるんですかと。しかも現段階で不具合が起きて端末が使いにくいと、いつ通話アプリが強制終了するかわからないという状況にあって何もしないと、連絡もしない、対応もしないというような言い方、それでいいんでしょうかと。それはお宅内部での、調査をしないといけないんじゃないでしょうかと。通話録音があるわけでしょうと。ね、録音を精査して、その上席責任者へのヒアリングをきちっと行って、行かないといけないんじゃないでしょうかということを言ったら、やっと謝罪、平謝りしてましたね。最初はすごい上から目線で、僕をクレーマー扱いにしていた女性上席責任者が、やっと最後で分かったんでしょうかね。で、俺言ったんですよ、遅いと。今更謝っても遅いですよと。なぜ最初にそういった態度で接しないのと、ね、あなたの話は全部上から見せんだよと、ね、っていうことを言ったんですがね、まあ、調査をして、また明日夜夕方夜、正式な回答お電話を差し上げますというふうになってきましたけど、消費生活センター もう呆れてましたんで、また明日、消費生活センターが、まさか法律機関でも何でもないんで、行政機関なんで、どんなことをする、お話をするのか、どういうふうに今回の件を解決する方向に向けていくのかっていうのが見えておかなければ、まあ、最悪、民法を元にした、提訴ということも考えないといけないかなと。交流サイトを見ると、いろんな不具合で困っている方々っていうの多いんですよ。で、今日も、上等文句というかね、ほとんどのユーザーの皆さんは問題なく使っておりますって言うんですよ。いかにも俺らが、悪いようなことを言ってるんですけれど、ほとんどの方って言うと、少数的には、本当は不具合で困っているって方もいらっしゃるんで、本当は少数は切り捨て、みたいな話ではないよなと。客をもっと大事にしていくという姿勢がなければ、スマートフォンの市場というかね、今でもスマートフォンを購入しないという方が多いわけで、そういった方々も
こと不具合が多いとか、バッテリーが消耗が激しいとか、個人情報が、心配であるとか、いろんな理由から、すぐにはスマートフォンに乗り換えないという事情があるんですよね。僕もガラケーに、戻ろうかなというふうに考えてはいるところなんですが、そのあたり企業として企業のコンプライアンス、制度責任、作った以上は、きちんと原因を究明して、修理に応じる対応するということを、それができないと、アプリによって不具合がある可能性があります。 100% 治る可能性がありますと、ベストエフォートでは努力しますと、頑張って直しますけれど 100% は治らないですよねと、今日のオペレーターも 100% に近づくようにしますと、それ何と思ったんですよね。車が壊れてブレーキが故障して、修理屋に持っていくときに修理屋さんが、すいません、このブレーキ 100% 治る可能性があるかないか言えませんと言いますかね。普通 au の場合には au ショップに持っていく前に必ずオペレーターが、お客様と修理に出しても 100% 治る可能性はありませんと平気で言うんですよね。まあ、それ言わないといけないという義務があるみたいで、言わないといけない義務って先に修理を出す前に、客の不安を煽るようなこと、修理出してもならないんだというような、状態にさせるっていうのは非常にもおかしいですよね。申し訳ありませんと、まあ、今回の検診に関しましては、au ショップに持っていかれて、修理対応をお願いしますっていうわけなんですよ。まだ壊れたら申し訳ありませんと、まあ、誠心誠意、修理を行ったんですけど、また不具合が出まして申し訳ありませんと、つきましては、再度 au ショップの方に行かれて修理のお願いできませんでしょうかって言えばいいのに、また壊れましたか、じゃあまた au ショップに修理をお願いしますが、 100% 治る可能性はございませんのでというようなこと言われたら、治らないのというふうになるんですよね。言葉の使い方、コミュニケーションの取り方が全くなってない。不安を煽るようなことを言って、それがマニュアルに変えてやるって言ってる、聞いてるから、だからスマートフォンって売れないんだな。かといって、前のガラケーはもう新しい機種がどんどん減っていって、もうないということで、もう全部スマートフォンにシフトしていってるんですけれど、戻れないな、ガラケーに帰れないな。僕はもう幸いなこと、前のガラケーを手元に持ってるんで、いつでもガラケーに変更できるんですけれど、新しく新規でスマートフォン購入された方はね、ってどうするの、あと2年間ということになるんだよね。これ大きな問題になるかと思いますよ。もしかすると集団提訴、同じような不具合で悩んでいる方々が集まって、一緒に提訴しましょうということで、場合によってはスマートフォンがもう販売できないと、原因が究明できるまでは販売停止というところまで追い込んじゃおうかなと思うんですよね。これは消費生活センターの方も言っているように、原因が究明できないものを、原因が分からず修理をするということに問題があると。普通原因が分かった上で、その原因を、取り除いて、で、故障を直すということが修理なんですよね。その原因が分からないのに、基板交換をします。修理をします。はい、直りました。使いました。壊れました。なんでですか？au に言ったら分かりません、泣き番交換も修理お願いしますっていう繰り返しなんですよね。僕のもらっている、修理が終わった後のレポート何かに関しても再現、オタクと同じような事象が再現できませんというようなことで、修理完了、ということでね、これはリニューアル修理なんで、リニューアル修理は再現はしないんですけれど、他のやつにはね、
お客様のような症状を再現することができませんでした。どれだったかな。これかな。ご利用いただきありがとうございます。ご不便をおかけして、申し訳ございません。再現試験を行いましたが、お客様と同一条件での試験が困難なため、症状を確認できませんでした。ということは、原因究明しておりません。ということなんですね。はい。念のため、検査済みの基盤と交換しました。念のためって何ですか？ということなんですね。念のため、検査済みの基盤と交換しました。ということなんですよ。この、修理内容、詳細内容って、詳細って書いてますけど、どこどこに原因があったので、その原因を取り除き、きちっと、端末が、動作するような、とこまで確認をして修理が終わりますということは一切書いてないですね。で、原因の欄って何ですよ。症状として、ここに客が、書いた内容が書いているんですが、インフォバー標準アプリの、フォトの写真を開いたとき、トップに戻ったり、一覧に戻る。ムービー撮影するが、再生したときに画面が固まったり、音声が止まったりする。通常に使っているが、異常に電池温度が高い。えらい簡単な内容で、3行ぐらいしか書いてないんですね。あれほど電話であれこれ言ってるのに、症状としては、ここに書いてる産業分の内容しか書いてないということ。で、しかも、この上のヒアリングの結果というのも何も書いてない。というような、お粗末な取り次ぎ書なんですね。これで、終了やって、しかも原因が特定できないと、念のため基盤交換をするという対応でしかないということなんで、これ今後、証拠資料として、保管をしていかないといけないと思うんですけどね。だから消費生活センターがおっしゃってるように、第三者から見ても、まずは原因究明でしょうと。原因究明ができない以上、どこをどう修理すればいいのかってわからないから、また基盤交換、基盤交換でやってるわけであって、基盤のどこに問題があるかっていうのが限定できないっていうのがわかりますけれど、念のため基盤交換をしますということは、これ原因の究明にはなってないわけなんですよね。原因の究明ができないようなものを売るということはどうなんでしょうかということを消費生活センターは持ってますので、プログラムロム、ね、の状態からこれは原因を追求しないといけない。僕の場合には前も言ったように、自分で購入したアプリは一回全部、アンインストール削除して、で、プレインストールアプリだけの状態で、不具合のあったビデオカメラとかカメラ機能を使っても、やはり不具合が起きると。で、リスモプレイヤーが、強制終了するということまでは確認してるんですね。問題の切り離しで、自分が、購入した、ダウンロードしたアプリではないと。実際使っているんですけれど、自分が購入したアプリも入っている中で、強制終了不具合の回数が多いのは、やはりプリインストールアプリ。特にリスモプレイヤーとか、フォトとか、ビデオカメラとか、標準のアプリの方が、強制終了回数が多いんですよ。ネットワークを機能を使った、ものの中に Facebook かな。これはプリインストールで入っていたんですけど、その不具合が起きる。で、標準のブラウザーもたまに固まっちゃうっていうことがあるんで、サードパーティーのアプリよりも、強制終了を起こす回数が多いんですよね。そこまでは
問題の切り分けはできたのに、プリインストーラープリに関しては、僕はルートを取ったり、端末を改造はしてませんから、わかりませんから、それに関しては au さんお願いしますよって言ったのに、一切何も原因究明しませんということを明言しちゃったので、今度は僕の手を離れて消費生活センターとの話し合いになるのか、最悪、提訴をするのかということになってくると思うんですよね。提訴になれば、集団提訴になっていくって可能性もあるわけで、そういった場合には原因究明ができるまでは、スマートフォンの販売修理を差し止めするという差し止め請求訴訟までになっていくんじゃないかなというふうに思っております。今後弁護士さんとかと相談していかないといけないので、あまり詳しいお話は今後できないと思うんですけれど、なんだろうな、4月に入って裁判関係の案件がこれで2件目になってくると、僕の普通の仕事ができない状況であるんで、なんか余分なとこでエネルギー使っちゃうんですよね。いや、まずは、集団提訴に向けてよりも、このインターネットの交流サイトの中で、皆さんの情報をね、収集するような場所を非公開で作って、そこで実際どのような、状況で、トラブっているのかということをね、追跡していって、集団提訴ができるのかどうかということを弁護士さんと相談していかないといけないのかなと思っております。はい、タイトル、英雄の自由とは、英雄がすり勝手にできるという自由ではありません。自由は僕らユーザーのためにあるわけであって、おたくら英雄のためにある自由ではない、ね、今回の件で言えばユーザー様に電話をしない自由ということは自由ではない、責任の放棄であって、怠慢であって、それ以外の何者でもない。英雄の言う自由とは、僕らユーザーのためにある自由なんですよと、ね、そのあたりちょっと今度は KDDI という大きな会社を相手に戦うことになるかもしれませんので、それを回避するのも au の今後の対応次第ということ。ただし僕は強引に新品交換してくれとか機種変更してくれというようなことも言わない。昨日の段階で、それは却下されてるんでね、それは主張をしない。他の方法で、不具合を直すことを考えてくれということを言うだけですね。はい、また明日以降、消費生活センターさんがどういったお電話をするのか、で、明日の夕方、どういった回答が au からあるのかということをね、また明日の4、5頻後の夜でレポートができれば、お話をしていきたいと思います。そんで、この放送をお聞きの皆さん、もしあなたが au、また au でもいいんですけれど、スマートフォンを使われていて、何回も何回も、修理をしているけど直らない。とか、まだ1回しか修理をしてませんけれど、修理をする際に au さんから 100% 直る可能性はないですよというふうに言われた方、で、不審に思った方、不安に思った方、そういった方々の情報をね、集めて、賢い消費者というか、ちょっと一致団結して企業に立ち向かうということも必要かなというふうに思ってますんで、その時にはどうぞご協力をよろしくお願いします。はい、ということで結構、お話をしましたね。はい、この件に関しては明日以降新しい情報が入ったらまたお話をしたいと思いますんで、どうぞ、この放送か、また僕のブログ、また Facebook あたりをご覧ください。はい、じゃあ、4、5頻後の夜、第428回、今夜の放送、この付近で終わりにしたいと思います。失礼します。